お疲れ様です。ただより怖いものはないって言いますけども、でも高額なものね、高額請求の方が怖いんじゃないですか。ただっていうのはどこまで行っても請求ただですからね。0円くださいって言われるだけだから怖くないですよね。多分ただより怖いものはないっていうのは、ただで商品をもらって結局その見返りに何かを要求されるっていう、あの賄賂みたいなところですよね。でもただでもらったんだから、もらったものはもらったけどありがとうね、でもだからといって何もしてあげないよっていうふうな心の強さがあればね、いいんですけども、いやただでしてもらったからちょっと忖度しないととかね、便宜図らないとって、結局それはただではないっていうことなんですよ。さあ、インターネットでね、商品売ってると、あのあなたの商品はね、インターネットを探したらいくらでも無料のものが落ちてる、だから詐欺なんだとか言う人もいますけども、確かにね、所詮情報ですよ、私たちがお届けしてるのは。だからインターネットを探せばどっかにありますよ。だからそういうふうに思う方はお金払わずに地道にね、インターネットにある情報を探しに行けばいいと思うんですよね。まあでもね、なんでね、インターネットで無料で落ちてる情報なのに有料で売れるかっていうと、そこにはやっぱり一つのまとめた価値があるってことじゃないですかね。確かにインターネット上には稼ぐ情報にしても痩せる情報にしてもモテる情報にしても無数に落ちてますよ。だからお金かけたくない方は時間を使ってそういう情報をね、自分なりにまとめていって、で情報にはね、無責任なものもありますけども、そういったものにもまみれながらやっていけばいいと思うんですよ。でもなんで有料の商品が売れるかっていうと、この人のまとめと順番によってことがうまく進むかもしれないっていうふうな付加価値がついてるんですよね。プラスアルファ、その情報を発信した人にお問い合わせをすると自分のために丁寧に答えてくれるだろうなっていうふうな安心感とかね、そういった契約ですよね。でわざわざ手間をかけてくださることに対しての、まあ、お礼っていう意味もあるでしょうけども、なんていうのかな、東大受験にしてもね、塾で教えてる内容なんてインターネット上に無料で落ちてますよ。だから東大合格塾が詐欺なのかって言ったら、まあ詐欺とは言わないですよね。しかもみんな合格するわけじゃなくて、大半の人が落ちるわけですよ、ね、東大合格塾とか言ってね、大半の人は落ちるでしょ。でも合格率 10% とか 12% とか出てったら、その塾は優秀だなっていう風にされて、みんながねそこに行くわけですよ。で詐欺なんですかねってところですよね。まあいろいろとねありますよね。だからね、ケチをつける人のね、そのケチのつけ方もちょっとまあだいぶ二束三文になってきたかなと、逆に言いたいですけども、インターネット上に落ちてない情報って何ですかっていうそっちの方がないんじゃないかなと。アカシックレコードじゃないんですから。でインターネット上にこういう情報はないですよって言っても、いやありますよと、なぜなら今コミュニケーションしてるのはインターネット上でしょ、あるじゃんっていう感じですよね。だいたいその人が頭の中で勝手に思いついたこと以外は落ちてるわけなんですよ、結局は、ね、ネットにはない情報ですとか言って、その情報ソースはあったらサイトのここにありますとか言うわけでしょ。面白いですよね。いってらっしゃい。